ダメダフットボールです。皆さんお疲れ様でした。12年ぶりの東京ダービーどうでしたか？私は正直疲れた。次のダービーはまた10年後くらいでいいよ。フレディ君はまた10年くらいとか言っててもらっていいんだよ。みたいな嫌味もこれ以上はスラスラと出てこないくらいに、今朝起きたら燃え尽き症候群みたいになってて、試合前、試合中、PK 勝利直後と今のテンションの差がやべえ。ゆえに、よっしゃ勝ったぞ、ウッシェーみたいに始められなかったんだけど、私はあくまでリアルをお伝えするのだ。ホップステップチャンネル登録。そんな感じで、今日は変な動画になっちゃいそうだけど、まずは120分を戦い抜いた選手と、私たちの気持ちを 100% 組んでチームを率いてくれたクラモスさんに感謝。ベルディに勝ってくれてありがとう。監督の采配は全力の勝ちメンバーをスタメンに選んで、交代のタイミングもとりあえず次の日曜への温存なんて考えてない。この試合を勝つことをそれのみにフォーカスしてるって熱さを感じた。ピーター信じられる。選手たちは偉い。ぶっちゃけ放送を振り返れないんで、いつもみたいに守備がどうで、でも前後半はあれがこうなったからそうなったんじゃないかなみたいには言いづらいから、選手それぞれの良かった印象とチーム全体についてポンポン感想を並べます。はい、まずスコアは1対1。スタッツね、これしかわからんです。前半20分塚川のロングシュートで先制、後半70分コーナーキックから追いつかれて同点、延長前後半でも決着つかず PK 戦もなかなか決着がつかず、8人目まで両チームの全員が決めて、私は当事者としてこんな PK 戦見たことない。そして9人目、東が決めて久保がストップ。東の話からしちゃおうかな。マンオブザマッチとか、いや違うんだけど、そう言いたくなるくらい、東が PK を決めた後久保のとこに行って抱き合ったの。あれ、私はあれが勝因だと思ってる。久保がダメとかじゃなく、途中から今日は枠に飛ぶ限り PK 止まらない、何らかの大いなる意志が働いているのだ。で、そういうオカルトめいた恐怖を感じてたけど、東敬吾がクバに因果律を打ち破る力を与えてくれた。みんなもあの抱擁から聖なる勝利の波動を感じたと思う。そんなオカルトありえませんじゃなくて、とにかくマジ東チームを救ってくれた。これはグランディ東ならぬセント東。で、PK の話は無限にあって、クリアが1番目に現れた時、やばいって思ったやつは正直に名乗り出なさい。私だ。でも逆にそれでシュートは決まったんだから、勝ったなって思った。さらに3番手の塚川、試合中ゴール上げた選手が外すのよくあるやつ、やばいって思ったし、最近あまりアピールできてない熊田が4番目に出てきた時もやばいと思った。5人目長友は、本人もインタビューで言ってたように、一瞬スタジアムざわついたよね、ドラマになっちゃうじゃんって。で、6人目、叩き潰す宣言してた安倍衆もフラグ回収か、やばいっていうか、実際止められかけてやばかった。つまりもうみんなやばかったのだ。でも7人目、寺山翼。ここが一番痺れた。震えた。あんな究極にプレッシャーかかる場面ってど真ん中。あいつすげえじゃん。流れ変えたと思います。8人目は小泉の兄貴。私はもう2、3人目から一番動じなさそうな兄貴を出せって思ってたぐらいなんで、ここは信じてみられたんだけど、あんたもど真ん中かい。で、最後9人目の東のあれね。こんな風に思い出すだけで嬉しいけどめちゃ疲れる。一方、120分のオンプレを見ていくと、この試合も広く動き回るマスキと、彼が開けたスペースをちゃんと埋められるアビシュのコンビ最高。クリューは長友や小泉が攻め残りになって空いちゃったサイドバックの裏に入ってビルドアップ参加するって判断をスムーズにやっていてエグいと思った。セージは失点シーン。相手に先に飛ばれて合わせられたのは残念だけど、そこ以外は完璧って言いたいくらい守備が良かったし、落ち着いてた。延長に入ってから相手フォワードとのかけっこ状態でむちゃくちゃ速かった場面があって、チーム一の俊足っていうのはマジなんだなって。パワラスミダはいろんな人に使われてボールをつけられて、で、中に切り込むドリブルのキレが半端ない。後半15分くらいの塚川オフサイドゴールにつながったスルーパスもいいし、守備にも積極的。フィジカルコンタクトを恐れずなのも良かった。セイジもタワラもユース組がいつも以上のキレを見せてくれたのは、ダービーの重要性分かってる感じして嬉しかった。小泉と長友のサイドバック2人は延長戦最後までバテなかったのはマジチーム助かる。
で、つかっちゃん、先制点、言うことなし。細かいプレーの貢献動向より、なんか、持ってる気がする。つか側は、この先も大きな仕事をする選手な予感。そういえば、右サイドで、龍馬、つか側、小泉のトライアングルで、いい運び方。ポゼッションが数回見られたのは、この先のピーター東京。攻撃の部分で、いいニットになっていくんじゃないでしょうか。チームとしては、1対1。延長フルタイム PK 戦という結果は、これはカテゴリー差、メンバー差を考えると、本来なら90分で解消したかった。となれば追加点を取るか、失点ゼロかで抑えるかなんだけど、攻撃の部分は、先週の浦和戦とほとんど同じような課題。選手の交代で攻撃の改善が図れない。むしろ力が落ちていく。仕上げのできる選手が不在っていうか、そもそもピーター東京は、まだチームとして攻撃の部分が手つかず、個人の力による部分が大きいって印象。守備では中央を占める。中でボールを持ち上がらせない。プレーをさせないっていう意図が強く見られて、聖地人力の2センターバックと松木アベッシュの2ボランチは前後の連携も良く、裏も取られず、起点も作らせず、鉄壁感がありました。で、あちらはフォワードにうまくボールが入らないので、ポイントはサイドに作ってドリブルからクロス。ダメでもコーナーキックを取ってっていう狙い。このサイド攻防については少し受け身になりすぎた気がします。小泉が、長友が、最後の部分でそうやられていたわけではないけど、もっと前のめりに気取って、サイドで主導権を奪えていれば、また違った展開になったんじゃないか。昨日は攻守において、サイドの前と後ろが、ちょっと役割分担しすぎた感じがあって、これはとてもセーフティーで、こうしてから90分を超えて120分。長友小泉のスタミナが持った気もするんで、難しいところです。はい、こんな感じで、なんか細かく振り返っていくと、なんでめちゃがちできんかったのだみたいに、ここ間でできちゃうので、そろそろ採点いきます。ただ昨日の試合は特別すぎるんで、結構採点にギターを沸かしてるし、感情によっちゃうのは無理ないんで、その辺はご容赦ください。ゴールキーパー装備か 7.0。PK 戦で勝ってるんだから、そりゃ偉い。8本目まではチームのみんなが決めて、助けてくれてるからどうでもよいのだ。マーボザマッチ。ディフェンスセンターバッターエネケとレビザン 6.5。強強。このレベルで中を破られることはほぼなし。センターバック木村誠二 6.5。失点シーンを差し引いても好プレー。ディフェンスリーダーとして守備をオーガナイズする姿たくましかった。左サイドバック長友 6.5。インタビューの120分意外と余裕だったね。まだいけるな。まあ言い過ぎじゃんって思ったけど、そういやバテてる姿見なかったよねって気づいて、それは本当かもしれない。右サイドバック小泉 6.5。攻め上がれば良い展開が生まれるのだから、もっと攻め上がってほしかったけど、その分延長まで自陣でピンチの芽を摘み取り続けたから、丸。ミッドフィルダー、ボランチ松木玖生 7.0。前後左右、鋭く局面に現れる。プレイエリアは自己判断でより広く、スケールアップを感じさせた。ボランチ阿部シュート 6.5。基本中央に構え、スペース管理、ボールダッシュ。攻撃参加まで高いレベルでバランスよくプレーをしていた。この中盤での存在感を今後も東京で発揮することを期待。左サイドハーフ、田原積田 7.0。でっかく育て。右サイドハーフ、渡辺龍馬 6.0。ゴールが遠いのはやきもきするけど、龍馬が下がってから攻撃が単調になってしまったのは効いているってこと。オフェンシブハーフ、塚川 7.0。つかっちゃんのゴールがなければって考えると、7.0 より下をつけにくい。センターフォワード、ディーゴ 6.0。先制点をアシスト。龍馬と田原積田が下がってからは、起点としての負担が増して、相手にとって脅威となるペナルティエリアからは離れてしまった。控え選手、サイドハーフ東 6.0。9人目で決めたあの姿、闘志は FC 東京の歴史に残るはず。ウェンシブハーフ寺山 6.0。あの PK で十分。センターフォワード熊田 6.0。これまで見たことのないめちゃくちゃ追いかける姿勢、今後に期待できる。木本は出場短時間なので採点なしです。まとめ。まとめっていうか、試合中に電光掲示板に表示された、ダイハツムーブナンバー1969、至急車の移動お願いします。わ、すごい。できすぎてる。ちょっと考えたんだけど、もしあれが我が身だとして、2万人近い中で、名指しで、ああやられたら、心臓キュッとなるよね。実に12年ぶりとなる、東京ダービーに花を添えた珍事件でした。で、迷惑かかってるから、あんま面白がっちゃダメか。こっちはほら、あれよ。卵はあかん。
はい、って感じで今日はこんなところで、次は日曜4月16日ダービーで力を出し尽くしたピーター東京、鹿島アントラーズをホームに迎えてどんな戦いを見せてくれるのか、思い切りターンオーバーをして見たこともないようなスタメンで揃えてくるか、もしくは昨日の選手からさらに命を絞り尽くすのか、どうにでもなれ。はい、以上ダメなフットボール濃いめででした。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。昨日の試合のコメントもたくさん待ってます。じゃあね、バイバーイ。ノベルティ FC 東京、三河さん。